え、ぬらぬらっと始めるの、またぬらっと始める、ぬらっとぬねっと始めるの。なんかもう、さーから始まるのさ、嫌がるじゃん、いつも。嫌がってないよ。嫌がるからさ、もうやめた方がいいかなと思って、俺は自粛してるわけ。そろそろ変えるかな。そうなの、あれお気に入りなんだけど。本当に、うん、大丈夫、誰か真似してくれてる人いるじゃん。うんけど、あの巷の皆さんにやってくれてるよ。やってくれてるの、シリファムさんたちは。さあ始まりましたってやってくれてる。じゃあやろう。いいよ。はい、せーの、さあ始まりました、少量チャンネル、翔太です。今日で少量です。はーい、久しぶり。久しぶりだね。やっぱさ、これがないとさ始まらないじゃん。そうなんだ。そうそう、今日はですね、いつだったっけな、ちょっと前に、うんうん、YouTube コミュニティで僕らへの質問をね、うんうんうん、あの聞いたので、今回は、質問コーナーをやっていこうと思います。久しぶりの質問コーナー。はい、と今日はちょっとね、いやー美味しそう、ピザを食べながら、うん、したいなと思って。見て、いいじゃんいいじゃん。しかも2枚もある。いいじゃんいいじゃん。レベル乗らない説。乗らないかもな。安いよね。うん、ほら、わー、これ翔ちゃんが好きなやつ。はい、わー、そうそうそう、じゃがいもが乗ってます。じゃがいもで、というわけで今回はですね、食べながら質問に答えるって、ちょっとマナー的にあれなんですけど、ちょっとそこはちょっと見逃してご了承していただけたら嬉しいです。お見逃しを。めっちゃ美味しそう。やっぱね、サラダとかもあるからね、うん、一応健康には気をつけつつ、はい、サラダ、はい、ポテトもね、はい、ポテト&ナゲット、はい、じゃあ乾杯しよう。乾杯。イエイ。うん、食べよっか、とりあえず。あ、美味しい。いただきます。いただきます。終了。いただきます。どうよ。うまっ。うまい。うまい。いただきます。うまっ。うん、やっぱ出来たて美味しいね。うん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 、食べるよ。うん、食べる。これ今日は食べきれないな、きっとな。うん、まあというわけで、うん、早速答えていこうかなと思うんですけど、ちょっと、はーい、携帯失礼します。検索している間ナゲット食べよう。うん、あ、このナゲットうまっ。何からいいかな。なんか何からでもいいよ。翔太さん、りょうさん、自分たちの動画で好きな動画はありますか。好きな動画、うん、好きな動画と大変だった動画。大変だった動画。うん。まず好きな動画から。好きな動画？俺が一番好きなのは、行かないでっていう動画。なんだっけ？俺が、外に、ちょっと出かけようとするのに、はい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 、翔太が、行かないでって言って、うんうんうん、どうしても行かせようとしないやつ。ああ、あったね。うん。あれは、うん、自分で見ても面白い。面白いと思って、あれ好き。俺は、うん、なんだろうな。好きな動画でしょ、ね、うん、全部好きなんだけどな。旅行の動画ですかね。ああ、台湾行った動画とか楽しかった、ね。いや、思い出にもなるしね。うんうんうん、後から見返しても。うん。また行きたいってなる。そうだね。うん、おすすめな感じかな。うん、で、うん、逆に辛かった、大変だった動画ってある？大変だった動画？うん。やっぱ告白再現とか。はいはいはい。うん。なんか演技しないといけないし、こっぱずかしいし、あれはちょっとね、なんか二人で撮ってるんだけど、うん、恥ずかしいよね。自分が演技をしてるっていうのがね。そうだね。うんうんうん。俺は、割と最近のだと、うん、焼肉食べ放題、あー、1万円分か。1万円分食べたのは本当に辛かったかも。あー、なんか大食いのやつとかいけるかなって思ったんだけど、うん、結構苦しかった。本当に。いや、苦しいよね、うん。それは本当に辛かったかも、俺の中で。うん。またやりたいけどね。うんうんうん。やりたいね。何かしら。うん。はい。最近ハマってること。最近ハマってること、うん、なんだろうな。最近またゲームを始めたんだよね。うんうんうん。テレビゲームをね。最新のソフトじゃなくて、うん、なんかもう、プレステとかで出てたようなソフトを、購入して、うんうん、ネットとかでね、はいはいはい、やってるんだけど、うん、それが面白い。あ、ほんと？うん。いつも見て癒されてます。火事で喧嘩になることはありますか？どうやって解消してますか？だって、喧嘩することあるか？まあ。喧嘩した時ってどう解消するんだって。解消？うん。どうやって喧嘩収めてる？まあ、自然と収まるよね。うん。
収めません。ああ。収めないよ。逆にね。そうかもしれない。そうなんかな。もうぶつかり合って、もう岩がなくなるぐらいまでぶつかり合って。そんなこともないけど、ね、全然そんなこともないけど、多分ね、些細な喧嘩すぎて、うん、喧嘩するって言っても、そこまでね、うん、大きな喧嘩にはならないからかもしれない。そうだね。うん。すぐ終わる気がする。うん、はい。今度生まれ変わっても、もちろん、翔ちゃん、りょうちゃん、お互いまた一緒になりたいと思いますか？それはね、何が正解だこれは。これは、りょうがって言った方がいいのかこれは。もうこれはまたね、生まれ変わっても、翔ちゃんと一緒になりますよ。迷惑だろうけどね。でもこれはもう、何十年もこれからまだあるんですよ。確かにね。うん。それで本当に、次も僕って思う？うん。まあ、その時はまたその時考えるわ。はい、次。美味しくて感動、びっくりした食べ物ありますか？お店の料理や高いお肉、新鮮な魚や野菜、りょうさんの手料理などすっごく美味しかったものありますか？って。ありますよ。それこそさ、あの動画でさ、うん、お肉、家でやったやつあるじゃん。うん、うん、うん。あのお肉すごく美味しかったよね。ね。うん。なんか、あんな肉食べたことなかったぐらい美味しかった。ね。うん。高級焼肉屋さんとかもめったに行かないし、うん、ほとんど行かないし、スーパーでもどれだけ安いかみたいな感じでいつも買うから、うんうんうん、焼肉の時もね、あんないいお肉食べたことなかったけど、あれめっちゃ美味しかったよね、うん、俺の手料理で一番好きなのは何ですか？そうだな、好きなもの、うん、俺の手料理で、あれパッと出てくるかなと思ったんだけど、いつも言ってるじゃん、ジェノベーゼパスタじゃない、だって作ってくれないじゃん。え、そんなことないし。最後にいつ作ったか覚えてる？え？先週。作ってないよ。え、作ったよ。ジェノベーゼ買ったじゃん、瓶。うん。おい。今まで購入したもので一番高価なものは何でしょうか？あります。ああ、そうね。何、うん、はい。僕はですね、ビーガン器を。うん、はい、買ってます。うん、まあ、もともと肌が弱くて、まあ、徐々に治していってる感じなんですけど、うんうん、まあ25万ぐらい。ああ、いいやつだよね。うん、まあでもずっと使えるしね、いい買い物だと思う。そう、ずっと使えるやつなの。うんうんうん。俺はね、クラリネット。ああ、おいくら？60万くらい。高っ。ああ、でもそんなもんかね。まあ結構ね、いいやつを買ったのよ。うん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 。まあでも、結果的には、売っちゃったんだけど。うん。うんうんうん。一番、うん。高い買い物かな。よし、ちょっと一回食べる？じゃあ次、翔ちゃん選ぶ？うん。うまーい。長続きする秘訣教えてください。長続き、僕らは、まあ大体5年ぐらいなんですけども。うんうん。そう考えたらまだ短い方なのかな。そう、全然なので、まだまだなんですけど、うん、まだまだわからないんですけど。これからも多分いろいろあるよね。うん。多分喧嘩もするだろうし、うん、なんかまあ、あんまりよくその喧嘩したくないとかって結構聞くんだけど、うんうん、まあ喧嘩してもいいかなと思ってて、うん、じゃあした方がいいよね。うん、喧嘩してお互いを分かり合える部分もあると思うし、うん、向き合うっていう意味では話し合いとかは大事かなと思ってるので、うん、ぶつかり合っていいんじゃないかなと思ってます。うん、これは思う、本当に。はいはい、終了。10年後、20年後、二人はどこで何を過ごしていると思いますか？理想よ。理想ね。うん。高層マンションに住んで、うん。屋上バルコニーみたいなところで、うん。ワイン飲んでる。おぉ。これはどうしようかなぁ。どうする？どうしようかなぁ。もう、うん、ニューヨークとかに。あ、海外ね。海外に行っちゃう？海外行って。そうだね。渡辺直美みたいな生活しとくわ。まあ、渡辺直美が今どういう生活してるのかよくわかんないけど。確かに海外もいいね、うんうん。ご質問なんですが、もし街中でお二人で、お二人に出会えたら、声かけたり、スリーショットみたいに、写真撮影は大丈夫なのでしょうか？はい。スリーショットは、もちろん。ね。ね。声かけてください。大丈夫です。嬉しい。はい、最近声かけられないね。そうだね。全然外出てないからな。確かにね。うん。たまーにあるんだよね。思いがけないところで声かけられること。うん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 、なんか渋谷で声かけられたりとかさ、嬉しかったよね。ぜひ、あのね、今コロナ禍だから、まあだいぶ落ち着いては来たけど、密着はできないけど、ある程度距離取ってね、写真撮ったりとか、そういうのは全然
できます。できます。はい、次。自然体で動画撮ってると思いますが、緊張することはないですか？緊張はもう、ありません。俺もそんなないかな。動画撮るときは緊張してない、全然。緊張、いやもうね、失敗したら消せばいいし、ぐらいに思ってるから。しません。なんか外で撮るときも、そんな緊張はしないけど、見られてるかも、とか思うと、ちょっと恥ずかしいなっていうのはちょっと若干あるかな。あ、ほんと。うん。うんうん。この間とかもさ、新宿で動画撮ったじゃん。うん。その時もね、やっぱ周りの目多少は気になってる。あ、ほんと僕はそこまで気にしなかった。翔ちゃんなんか堂々とやるよね。まあまあまあ、それがね、いいんだろうけど。うん。緊張はしないです。うん。緊張はしないですね。うん。はい、次。たまには一人で過ごしたいなと思う時はありますか？ありません。ありません。ないですね。一人になりたいな。うん。ないな。ない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 。あ、そうなんだね。はい。まあでも俺も一人になりたいなっていうのはあんまりないかもしれない。うん。なんか二人でいる時もさ、それぞれ一人で、なんかそれぞれやってることあるよ。あ、そう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 。なんか別に考え事とかもそうなんだけど、別に一人にならなくてもできるかなと思うから、そうだね。なくて平気かな。うん。生活費ってどうなってるの？家賃、食費、光熱費、もろもろ。はい。はい。どうなってますか？そうですね。生活費はそうですね。僕が、まあ、リンゴ3つ分だとすると、量は、リンゴ4つ分ぐらいかな。ああ、そうね。そうそうそう。うん。そんな感じ。わかりやすいよね。わかりやすいよね。うん。そんぐらいですね。うんうん。そんぐらいだね。そんぐらいだよね。違う？いやー、合ってると思う。合ってる。うん。いや、なんでキティちゃんで表したのかちょっと謎だけど。キティちゃんじゃない。なんかキティちゃんがさ、体重がリンゴ3つ分とかじゃなかったっけ？いやいや、ここでそのお金の話すると、ちょっといやらしいから、ちょっと、果物で例えました。うん、いい例えだと思う。まあでも、だいたい半分ずつくらいじゃない？うん。そんとさっき言ったリンゴ別に4つ分くらい。それぞれ出してます。うん。はい。引っ越しの予定はありますか？うん。ある。あります。はい。ほんと引っ越す。そうなんですよ。予定。まだ物件探しもしないけど、うん。うん。予定してます。以前動画で出てきた真っ赤なピンヒールと真っ赤なセクシーなパンティーは、あれからどうなったんでしょうか？ピンヒールは、下駄箱に入ってるよね。そうそうそう。そうそう。そう。しまってある。そうだね。パンティーは、まあ、りょうちゃんがたまに履いてて。見たい。そう。実はちょっとりょうちゃんが履いてて。履いてないけど。あれ、普段履きしてる人いるかな、うん、まあ、いるよね。ああいうのね。でも、落ち着かないと思う、多分あれ。仕事中にあのパンツ履いてたら。しまってあります。うん。しまってある。ですね。履く機会はないんだよね。うん。うん、これもいいかな。最近キュンとしたお互いの仕草や行動は何でしょうか？最近キュンとしたの？俺からいい？どうぞ。翔ちゃんがね、泣きそうな時があったのよ。いつだよ。まあ、いろんな場面であるけど、なんかね、翔ちゃんが、もうなんか、よっぽどなんか悔しいのか、すごい泣きそうな時が、いや、ちょいちょいあるのよ。喧嘩した時とか、なんかうまくいかない時とか。それを見て、キュンってする。キュンとするんだ。そうそう、ギュッとしてあげたくなる。ほんと。かわいいと思う。クルーな。いや、俺はですね、キュンとするところはですね、うん、キュンかわかんないけど、まあ、いつでも、テンションに温度がないところとかは、うん、キュンじゃないな。キュンじゃないんだけど、よくできてる人だな。テンションにムラがないってことムラがないのは。めちゃくちゃ落ち込むこともないしね。うんうん、まあ、ハイテンションの時はよくあるけどね。うんうん、発作が起きる時やるから。だね。うん、そうかも。うん、いいところかな。うん、そういう意味だよ。まあでも行動だもん、ずっとね。うんうん。二人でいる時に大切にしていることは何ですが、うん、年離れてて不安なことはありますか？二人でいる時に大切にしていること。うん。ああ、なんだろうな。大切にしていること、うん、なんかある？ないです。これといって意識してやってることはないかもしれない。はい、なんかそういうのをものすごく気にして付き合ってるうちは、うん、多分ね、うん、疲れちゃう。
うん。それが気にしなくていいような関係性になると、なんかもう、それでいいよね。それがいいよ。ああ、そうだよね。うん。その方が、なんか、長続きするような気がする。ああ。気にしないこと？うん。まあ、空気にみたいにはなるんだけど。うん。うん。で、そこでなんか、いつもと雰囲気が違うなと思ったら多分すぐわかるし、うんうんうん、あ、どうしたのってそういう時は言うし、はいはい、そうじゃなかったら、あ、まあいつも通りなんだなと思って、うん、そこまで気にしないかな、うんうん。気にしません。僕も気にしない。うんうんうん、僕ら、同じ名字なんですけど、パートナーシップ先生で、性を変えることはできるんですかっていう質問なんだけど、よくね、その、同じ名字なのね、同じ、今同じ名字で、よく聞かれるんだけど、もともと同じ名字だったんですね。そう。偶然にね。うん。そう。なので、もう最初からなので、うん。何うちらもびっくりしたよね。うん。なんか、最初出会う時って下の名前しか知らないことのパターンが多いじゃん。はい。ね。うん。俺も翔太っていう名前しか最初知らなくて、うん、翔太も俺のことを亮としか知らなかったのね、うん、で、まあある程度仲良くなってまあ名字何とか、うん、まあ聞いた時に、うん、みたいなね、うん、一緒みたいなそう、なのでたまたまなんですね。そう、だからよく言われるよね、パートナーシップ先生したら名字変えれるのって。あ、そうだね、うん、言われるけど変えれません今のところね、うん、うん、そうですね。終了。はい、っていう感じでですね、うん、これ以外にもいろいろ質問を送っていただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます。今回はですね、ちょっと全部は答えられなかったんですけど、うん、また質問とかあったらぜひね、うん、送っていただければと思います、うん、お願いします。全然食べてなかったね。本当よ食べようか。せっかくのピザが冷めちゃったよ。あら、大丈夫だよ。うん。うん。それも美味しいよね。うん。うん、これがいいね。ね。うん、そもそも、なんで質問を募集したの？質問ですね。なんで質問なんですか？質問？今の。そう。質問したら質問返しされたんだけど。そろそろかなって思って。ああ、そういうこと。なんかあったのかと思って。でも最近もね、ありがたいことに登録者の方が徐々に増えてきて、うん、ね、うん、僕たちのことをまだ知らないって方もね、いると思いますので、まあ、定期的にこういう感じで質問コーナーやっていけたらいいね。うん。うん。うん。もし僕たちのことが気になる方は、過去の質問動画もあるので、ぜひ見てください。お願いします。はい。はい。というわけで、久々にさ、うん、なんとかの方はってやる？いいね。うん、なんとかの方はっていうか、本当は全員にしてほしいの。ああ、うんうんうん。本当、本当は、ね。本当は全員にしてほしいんだけど、うん、本当は全員にしてほしいです。うん。お願いしますもう何の話ってなったの？いや、ほんなら全員に高評価をお願いします、うん、あのとチャンネル登録ね、うん、YouTube 上ではあの高評価が多い方がいろんなとこに乗りやすいですここだけの話ですけどなので本当に毎回お願いします。本当いつも押していただいている方、そしてありがとうございます。本当にお願いします。あの僕らをいろんなところに散らばしてくださいいやらしい。いや、違いますね。ひょうにょう。何大丈夫今。まあ、ちゃんと閉めてないけど。いや、もう、本当にお願いします。本当に。うん。もう、高評価、高評価おじさんになってもいいからお願いします。あの、自動で。どういうことよ。あの、お願いします。押してください。ぜひ、ご協力お願いします。はい。